アインアルアラブ、または、クルド語でコバニあるいはコバネは、シリア北西部の都市で、アレッポ県に属する。人口は2004年の国勢調査で44,821人。町の人口のほとんどは、クルド人で、その他アラブ人、トルクメン人、アルメニア人と続く。シリアのクルド民主連合党の指導者で、シリア内戦における、クルド人側の主要人物でもある。 サーリフムスリムはコバニの出身である。アラビア語名はアラブの泉を意味するアイン・アル・アラブ。クルゾ語名のコバニの由来は不明である。サーリフムスリムはオスマン帝国時代にバグダード鉄道を建設したドイツ資本の鉄道会社の会社という語が崩れてコバニとなったという民間語言説を紹介している。オスマン帝国時代の1892年。 反応反遊牧のクルド人が住む、この地に小さな村ができた。1912年には、バグダード鉄道が通り、小さな駅ができて労働者が集まった。この時期に駐留していた、ドイツ人技師は、アラブプナルと呼ばれる、この村を、ユーフラテス川の東 35km の位置にある、小さなクルド人の村と書いており、家々は、泥レンガを積んでできていることや、 近隣のクルド人部族による鉄道工事襲撃があったことを記録している。1915年、オスマン帝国によるアルメニア人虐殺を逃れたアルメニア人たちが駅の横に小さな町を作り、近くに暮らしていたクルド人などもこの町に集まってきた。1921年、トルコとシリアの国境がバグダード鉄道沿いに引かれ、町の一部は 鉄道の北側のトルコ領となった。現在は、シャンルール・ファケンの主ジュ地区に属するミュルシトプナルという町になっており、同盟の国境検問所がある。アイン・アル・アラブの都市基盤は、フランス委任統治領シリアの時代に、フランス統治当局が計画、建設したものが主となっている。今日もフランス時代に建てられた建物が多数現存し、使われている。20世紀半カバまでは、 多数のアルメニア人が住み、3つのアルメニア教会が立っていたが、1960年代にアルメニア人のほとんどはソビエト連邦領内のアルメニアへと移民して街を去っていった。法以下の小場にシリア内政が起こると、2012年7月19日にアインアルアラブから政府軍が撤退し、クルド人の反政府武装勢力、クルド人民防衛隊が占領した。 これ以来クルド人の統治が始まり、ユープグやクルド民主連合党のクルド人政治からは、この周辺の地域をシリアのクルディスタンの一部とみなして、実地の確立を模索していた。2014年1月27日には、シリアのクルディスタンのコバニ地区が置かれ、コバニはその中心地となったが、周囲ではサラフィージハード主義武装勢力アイスセルの構成が始まり、 7月2日には小ニと周囲の農村に対する本格的な攻撃が始まった。2014年9月16日にはアイスセルによる西側と南側からの包囲戦が再開され、多くの避難民が出て、国際社会による注目が集まった。10月には防衛戦があちこちで破られ、市街地の多くをアイスセルが掌握した。クルド勢力の中心の一つがアイスセルにより、 陥落する寸前となり、残っている住民や兵士に対する虐殺の恐れもある。ため、アメリカ合衆国を主とする多国籍軍による空爆が行われ、クルド人への支援が集まった。2015年1月27日、クルド勢力は市街地を完全に奪還した。2019年10月に発生したトルコのシリア領内への侵攻過程では、クルド人勢力がロシアを 中介役としてシリア政府軍に支援を要請。クルド側がアインアルアラブを放棄することとなり、同月16日にはシリア政府軍とロシア軍が市内へ進駐した。ありがとうございます。